エッジウェア駅は、ロンドン北部、エッジウェアにあった、ロンドンノースイースタン鉄道の駅である。当駅は1867年に開業し、1939年に旅客営業を、1964年に貨物営業を廃止している。ロンドン地下鉄ノーザン線のエッジウェア駅は当駅の北東約200メートルの位置にあるが、当駅とは別の事業体が経営する別の駅である。 当駅はエッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道の北の終点として計画され、路線の開業直前にエッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道を吸収したグレート、ノーザン鉄道によって、ミドルセックスの田園地帯に1867年8月22日に開業した。この路線はフィンズベリーパークからハイゲート経由でエッジウェアに至るもので、ハイゲートから アレクサンドラ・パレスへの支線と、フィンチリーからハイバーネットへの支線があり、当駅の南隣には、ミルヒル駅があった。1921年鉄道法により、イギリスの鉄道会社は、ビッグ・ホーと呼ばれる4社に再編され、当駅は1923年から、ロンドンノースイースタン鉄道の駅となった。1933年に、ロンドン地下電気鉄道を含むロンドンの、 公共交通機関運営会社を統合して設立されたロンドン旅客運輸公社は1935年に当駅を含むロンドンノースイースタン鉄道の路線をニューワークスプログラムの一環として行われるノーザンハイト開発計画のため公社に吸収路線を近代化電化の上ロンドン地下鉄モーデンエジュウェア線の路線網に組み込む計画を発表した ロンドンノース・イースタン鉄道の路線は東駅の東でノーザン線と交差する部分からノーザン線に乗り入れてノーザン線のエッジウェア駅に入り、東駅は廃止されることになっていた。ノーザン線は北西にハートフォードシャーのブシーヒースまで延伸され、途中にブロックレーヒル駅、エルストリー・サウス駅が設けられることが合わせて計画された。1930年のエッジウェアの地図。 地下鉄の駅が上に、ルナーの駅が下に描かれている。ルナーの路線が東に伸びている。ブシーヒースへの延伸計画1930年代後半に工事が始まったが、計画の初期段階で第二次世界大戦が勃発したことで、中途で中断されることとなった。当駅からフィンチリーセントラル駅までの区間は近代化、電化工事のため1939年9月10日に、 旅客営業を休止したが、1941年に営業を再開したフィンチリーセントラル駅からミルヒルイースト駅までの一駅間のみでしか、電化工事が完了しなかった。戦後は、工事資金の不足とメトロポリタングリーンベルトと呼ばれる、ロンドン地域の拡張を制限する計画により、ノーザンハイト計画の未完成部分は1950年に中止された。 ブシーヒースへの延伸線は、その大半がグリーンベルトに指定されて開発が規制されたため、建設の意味が失われ、建設が中止された。延伸線が建設されなければ、当駅からミルヒルイースト駅までの区間のただ一つの途中駅であるミルヒル駅近くには、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道のミルヒルブロードウェイ駅があるため、当駅とミルヒルイースト駅の間の区間を電化する。 意義も失われ、電化工事も中止された。当駅からミルヒルイスト駅までの区間では1964年まで貨物営業が行われていた。路線廃止後、線路は撤去され、駅施設は解体された。駅跡はショッピングセンターとなり、駅に至る線路跡が駐車場に出入りするための道路として活用されている。ありがとうございます。